こんにちは、中島です。今日はパッドジャーの設営に行きました。じゃあインタビューに行きましょう。こんにちは、中島設備と申します。よろしくお願いします。今日はパッドジャーをつけたいということなんですけど、どこら辺につけたいですか？玄関のところ。あ、もうあそこですね。はい、見たところ。支柱これじゃないか。リクションを立てて、で、水を消して、そうですね、作りたいなと思って。大体半日ぐらいかかるんですけど、はい、大丈夫です。大丈夫です。パッドジャーはどういう用途でしてようと思いましたか？まあ、旦那がネットで見つかったんですよね。ネットで、あー、これなんだろう、バーベキュー。バーベキューとか、あと階段掃除に使いたい。階段掃除、うん、ウッドデスク。ウッドデスク。階段掃除、あ、そうなんですよ。ありがとうございます。じゃあ、つけさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。天狗、それ何やってるんですか？シール巻いてる。シール、なんでシール巻いてるの？水が漏れない。あ、漏れない用のシールなんですね。隙間からねじ込むと、これだけでねじ込むと漏れちゃう、うん、あー、なるほど。隙間を埋めるようなもんですよ。はい、じゃあここをちょっと合わせるぐらいでこうつけるか。そうですね、はい、でこんな感じでなります。で、じゃあ位置はこれで確定でよろしいですか？はい、大丈夫です。わかりました。じゃあこれで進めさせていただきます。ありがとうございます。
思った。えこれは難しい。じゃあ今施工が終わったということで確認してもらいました、はいはい、どうですか、このイメージ通りの。イメージ通りになりました。これでお掃除しやすくなりました。床に水道つくだけでだいぶ変わると思う。ちょっと垂らしていただいて。あ、うん、いいね使いやすそうです。うん、ありがとうございます。これで終わります。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。